日常を感じる少し散らかった私物、端々に置かれた輝く個性たち、ここがセナの部屋。実況すんな。あ、悪い、ついテンション上がっちゃって。今日は俺の勉強見てくれる約束だろ。赤点取ったら今度の遠足行けなくなるもんな。全教科赤点予備軍。そうだった、セナが行けなくなったら一緒に遠足を楽しむ二人が拝めない。行かないでくれセナ。推しカプが揃わないイベントなんてただの平日だよ。信者の思考。なんとしても赤点回避しなくちゃ。セナ、これ。お、なんだ、手土産か。って思う。鉄の塊でも入ってんのか。あ、ノート。うん、あ、セナ専用テスト対策ノートだぜ。え、これ全部藤吉が作ったのか。何かできることないかと思って。やっぱ俺セナが一緒じゃなきゃ嫌だからさ。セナが一緒じゃなきゃ嫌だからさ。セナが一緒じゃなきゃ嫌だからさ。たたえ、なんか出てきた。早く始めないか。安心しろ、俺がみっちり教えてやる。余計なことなんか考えられないように。ガクも本気なんだな。これぞ愛。私も二人のために頑張らなきゃ。ああ、やっぱわかんねえ。どうした。ああ、俺には無理なんだ。こんな難問解けやしねえよ。これ足し算だぞ。まずい、セナのモチベが。セナ、もっと楽しいこと考えてみるのはどうだ。遠足楽しみだよな。おやつ何持ってく。あ、頑張ったらもっといいことあるかもしれないぞ。いいこと。よく頑張ったなセナ。俺からのご褒美受け取ってくれ。くそ、興奮しすぎて集中できねえ。逆効果すぎた。どうしたんだ。ほらこれ使え。うん、体調悪くないか。俺心配で。勉強できなくならないか。大丈夫だ。うん、あー、懐かしいな。これは何見てるんだ。小学校の卒アル。藤吉も見るか、一緒に。見る見る、見たい見たい。星の幼少期。これが俺たちだ。感じる、星カプの歴史よ。セナとは小学生の頃から一緒なんだ。腐れ縁ってやつだな。セナの髪が黒い。ああ、中学の終わりに染めてたな。へえ。この写真は何の行事だ。これは校外学習で、この時セナが落とし穴に。最新のリボン4月特大号はミオの名のもとにの実力派タッグ最新作。カラー57ページ、原作風の先生、作画宮茶先生の真面目に不真面目。青春ラブの最前線、表紙&関東カラー43ページ、村眉先生のハニーレモンソーダ。サプライズいっぱいの同居生活、カラー41ページ、ゆずぽん先生の隣は普通のにじかちゃん。そして今月の付録はたっぷり100枚キュンカラーレターブック&スタンプシール。漫画家さんごとにテーマカラーが超豪華な書き下ろしたっぷりで、めくるたびに楽しくなっちゃう。おしゃれに飾ったりプレゼントにもぴったり、気分に合わせて柄を選べるよ。スタンプシールはシーリングスタンプと切手風デザイン、貼るだけで超キュート。さらに九条くんと一緒に学ぼう閉じ込み別冊、小中学生のための日常防犯防災ハンドブックもついてくる。リボン4月特大号は大好評発売中パス。最後まで動画を